アケさんは肩周りを柔らかくしているとおっしゃってましたが、肩周りはどうやって柔らかくしていますかバレーで肩甲骨の動きを良くしたいと思っています。またトレーニングの前にどのような準備運動をトレーニングに組まれているのか知りたいです。だって。まあ柔らかくっていうのは別にその肩甲骨の動きがいいとか、どうとかっていう問題ではなくて、なんて言ったらい,いんだろうな。うん その人体がビロビロになっててどこまでも可動域があるとかっていうことよりもあの動作がどの角度に行っても柔らかさを保てるというかはいあのいろんな角度に行ってもこう自分のこ,うここに行ったらここしか動かないとかねあのその自分の腕がある場所肩が向いてる時にどういったところがしっかりとした パワーを伝えられる動きができるのかっていうのを理解すると、あの肩がただ、あの関節が柔らかくてグニーってなるとかじゃなく、あの柔らかい動きのできる肩関節の動作を獲得することができるので、僕が柔らかいって言ったのはそういうことです。あの動作の中で肩関節を、あのあらゆる局面、あらゆる体勢、ポジションで肩から先のパーツを 強くしなやかに使えるかっていうところにフォーカスしてるので、決して肩甲骨をよく動かすとか、なんか人体が柔らかいとかっていうことではないんです。なので、あの、 柔らかさとか肩甲骨がこう剥がれるとか、まあそれはできますけど、こうポコンって出したりすることは、そんなことは人体の構造上当たり前にできることなんで、誰でも。そういったことよりも、やっぱりしっかりとした、あの、あらゆるポジションでしっかり力が入る肩の関節の動力性能を鍛えてあげるっていうのが重要だと思います。はい。